さあ、なかなかチャンスが、訪れなかった大輔、一発決めてきました。2番手に浮上しています。さあ、トドの3曲、親は萩原に変わっています。現在個人2連勝中、前回は鈴木優と同点のトップと、なっています。ライデンもチームプラス域に浮上していますから、ここで一気にね、100ポイント3桁まで乗せたいですよね。おっとっと、ドラ化されましたか。ライデンがね、はい、あの今の感じいいところはね、まあ、プラスは少ないですよ。だからこれからちょっとひどい目に遭うと、また崖っぷちまですぐ行っちゃうポイントなんですけど、ライデン結構日替わりっていうか、その、うん、その時その時で活躍する選手は違うじゃないですか、はい、だからいろんな選手がなんか同じように活躍してね、ちょっとのプラスをもぎ取ってきてるって感じでね、非常に今チーム状態はいいと思いますよね。今季のライデン、ちょっと不思議な、不思議というかあまり見ないケースで、チームのポイントがマイナス100を下回ってないし、プラス100を超えてないんですよ、ずっとここまで、まあ、あのいわゆるマイナス99からプラス99の範囲内でずっとやってるんですよね、はい、だから今の状況でいろんな選手が活躍してる状況で、はい、1人軸となるね、あら絶好調みたいな選手が1人出てくると、はい、強いですよね。そうなんですよね、序盤はね、こう瀬戸熊と本田がポイントをかなり持ち帰っていましたが、まだねこう3桁に届いてないとなると、絶好調っていう感じではまだないのかなと。そのね、瀬戸熊さんと本田さんが頑張ってる時は黒沢さんと萩原さんめっちゃ調子悪かったですからね、来た、闇天からですよ。まあここはね、はい、リーチもありますけどね、もちろんね、ただピンズの4連携を生かしてってことですよね、まあ、リーチしたらなかなかドラのハクは捨てられないだろうし、闇天ならポロッと出るかもしれないし、ピンズの変化も嬉しいし、いい傾向にもなるかもしれないし、うわ、まさかウーピン切るの、ウーピンちょっと崩すは勇気いるよね、おしゃれすぎますよね、勇気いる、だってハクポロリがあるからね、はい、ウーピンを切る狙いっていうのはリャンウーピンと、まあ、ソーズの伸びを、あの両面でリーチできる可能性は大幅に上がりますよね。上がりますね。ソーズもピンズも4連携ですからね。はい。あ、ブラブラブラ。ハクだー。ここは闇天の萩原。ハクドラ3赤12000を大輔からの直撃。